はい、では今度はですね、矢島純一の方から、今度民法の、ね、予備試験の30年の解説をしていこうと思ってます。で今回のレジュメの方でね、レックの方で、まあ、会社の方で作ってるものと、あとこの私の方の、ね、個人的な講師レジュメがありますので、まあ、そちらを両方用意しておいてください。でまずね、ざっと問題文をちょっとこう見ていきましょうか。こちらまずこのレックの、ね、方のレジュメでやっていきます。でここのね、まず1ページ目のところですけれどもね、まずね、こういう時はね、設問を見ちゃいますね。先にね、何聞いてんだろうかっていうんで、まあ、実際の本番の試験だったらね、いきなりこう事実関係のところからこう読み出すよりもね、設問の方を見ちゃった方がこう予測ができるんだと思うんですよ。で設問1のところを見ると、まあ、A の C に対する請求の根拠はどのようなものかっていう形で、あ、なんか請求の根拠聞いてるなと。で事実後に記した1と2のそれぞれについて、まあ、具体的に説明するってなってるから、とりあえずついでに上にね、この縦語のところで1、2って見ると、まあ債務不履行、1債務不履行、2不法行為だってことで、まあ何かとにかくね、債務不履行や不法行為に基づいて損害賠償とか遅延損害金求めるんだなってことがね、ここで読み取れますよね。でこの後今度ね、でもなんかちょっと不思議に思うのはね、まあ請求の根拠って言いつつ問題文に債務不履行不法行為って書いてあるから、あれ答え書いてあるみたいじゃないかって感じなんだけどね、まあ、よくよくこう問題見ていくとね、後でこの債務不履行のところは契約関係にない人に対して、まあこのね、債務不履行責任追及するっていうちょっと変わった、まあ、問題だっていうのと、不法行為のところもおそらくこれ普通に709条でやるんじゃなくてね、715条使用者責任ね、まあ、あれでやらなければいけないのかなってのを自分で気づいてね、でそれはこの設問の今のね、この請求の根拠の中に入れていかなければいけないんじゃないかって思うんですよね。でそれで、まあ、具体的に説明するだから、まあ、一応こう、ね、その各要件ですね、そこのところが満たされるかどうかっていうところを、まあ、説明、まあ、していかないといけないのかというところになります。それとまたっていうところで、設問のね、講談のところですけども、まあ、事実後に記した1と2とで、A にとって有利不利があるかどうかについて、まあ、検討せよと。で一応も名書きでね、まあ、労災保険のところは気にしなくていいですよって形になってますね。で、まあ、一応こう債務不履行責任とね、不法行為責任って結構基本知識のところでよくね、まあ、被告、立証責任とか時効のところとかで、まあ、比較してることも多いと思うんですけど、本件の特殊性はね、普通は多分インプットの段階では709条と415条を多分比べてると思うんだけど、今回715条と415条を比べなければいけないから、だからやっぱこう事前にね、用意したものをそのまま吐き出せばいいやっていう感じではないんだと思うんですよね。まあそこのところでこうね、ついついこう論証例みたいのね、貼り付けるような癖が日頃からついちゃってるかも、人もいるかもしれないんですけど、まあ、実際司法試験でも予備試験でもね、やっぱそのまま事前にこう覚えたことをそのまま吐き出せば答えになるっていうような問題はさすがに出さないですね。まあ、そんな感じでね、まあ、715条とこう、ね、700条比べていくような感じなのかと思います。でちょっと問題文、じゃあ中身見ていきましょう。1ページのところですね、まず事実1のところですけども、まあ、A はね、個人で、建築業を営む B に雇用された従業員だと。で同じく個人で建築業を営む C はね、3階建ての家屋、まあ、本件家屋の解体を請け負ったということですね。で B はその作業の一部を C から請け負いっていうふうになってるので、この段階で、まあこうね、人物関係図で、まあ、この ABC ってこう並べて書いておくといいんでしょうね。 A を例えば左側に書いて、その右側の方に B 書いて、さらにその右側の方にまあ C なんかまあ書くと、ここのところでこう、ね、人間関係がこう分かるんじゃないかと思います。でそんな感じで AB 間は雇用ですよね。でBC 間は、まあ、C 間の誰かがなんかね、この解体業を受け負ってきて、でそれをさらにこう B に下請けさせてるような感じだから、まあ、BC 間こう普通にまあ受け負いってことですよね。まあ、下請けですけど、まあ、法的性質は受け負いってことになってくると思います。で、とりあえずね、 AB 間が雇用関係、まあ、労働契約関係ね、そして BC 間が受け負い関係だということになってきますね。で、その後ですね、この4行目、縦1の4行目の途中のところですけど、 C はAB に対して、その上のところ飛ばしちゃいけなかった、すいません。ですね、この今ね、 B は C からそのね、仕事一部、作業一部請け負ってるんですけど、 C が雇用する従業員とね、A とともに、まあ、解体作業に、まあ、従事していたっていうことで、まあ、結局まあ、B と A はね、この C の従業員と一緒に、まあ、何かね、具体的な作業に当たってたんだということになってます。でそんな中で、次のところですけど、C はね、 AB に対して、この建物の解体用の重機とかね、器具等を、まあ、提供で、C の従業員に対するのと、まあ、同じようにね、作業の場所とか内容とか具体的方法を指示していたというような感じになってきます。そうするとほら、安全配慮義務の知識があると、まあ、直接的には AC 間に契約がないけどね、こんな、まあ、自分の C のところと同じような従業員みたいな使い方をしていると、指揮命令してね、同じような使い方をしていると、まあ、この AC 間のところで安全配慮義務出るんだろうなっていうのが、そこでもう予想できるんじゃないかと思うんですよ、この縦1読んだところでね。でそんな中で、縦2の方行きましょう。
C はですね、平成26年2月1日ね、A に対し本件家屋の3階のベランダ、まあ、地上7メートルに設置された柵を、ね、撤去するよう指示で、 B に対して A の撤去作業が、まあ、終了したことを確認した上でね、でそのベランダの直下に位置する1階壁面の、ね、重機でね、壁面を重機で破壊するように、まあ、指示をしたと。でこれ C の指示がこれ自体が何かね、こう問題があるんだってことになると、まあ、実はこの後この作業中に A がね怪我をまあして損害を負っちゃうんですけども、この C の指示自体が何か不手際があるんであれば、この指示自体が709条になると思うんだけど、でもこれ見たところなんかこの指示自体別にそんな不自然なおかしなところなさそうですよね。なんでまあ、おそらくこう CA 間で709条直接っていうのはもしかしたら難しいかなって、不法行為責任考えるときにね、A が709条だけを根拠にこう C の方に責任追及するのはもしかしたら難しいのかもしれないですよね。まあ、そういう時に後でこう見ていくとね、 B に明らかにこう過失が、まあ、あるので、そこでまあ使用者責任ね、C がまあ B をね事業の執行について使用して、でそれで B がまあ A に損害を与えたって形でやると、まあ715条の方だと結構素直に構成できるかもしれないです。まあ、ちょっとこの後次見ていきましょうか。縦2の2段落目です。A は同日 C の指示に従ってね、本件、家屋の3階のベランダに設置された柵の撤去作業を開始で、ところがね、B は A の撤去作業が終了しないうちに本件家屋の1階壁面を重機で破壊し始めたと。上で、ね、A が作業してるのにね、その真下で こんな重機で、ね、壊し始めたら当然まあ危険なんで、この B の、ね、行為自体は結構大きな過失が、ね、あるんじゃないかと思うんですよ。まあ、でそんなことで、これによって強い振動が生じたため、 A はバランスを崩して地上に転落で重傷を負ったと。でこれ本件事故ですね。でなおね、 C はこのような事故を防ぐため、の命綱や安全ネットを、ね、用意していなかったってことになりますね。でこれ債務不履行責任との関係でいうと、やっぱこれ多分 C の安全配慮義務のところで使ってほしいっていう趣旨なんでしょうね、ここのところね。まあ、逆に言えば、まあ、命綱とか安全ネットをちゃんと用意しておく義務があったんだというようなところをね、ここのところからこう書いていけばよかったんじゃないかと思いますね。まあ、基本のインプットレベルのところでね、安全配慮義務の問題にするときって、やっぱそのどんなね、その安全配慮義務って、その当該事案における、ね、義務ってどんな内容なのかって、ね、やっぱ具体的に明らかに、まあ、していかなければいけないんですけど、まあ、そこを明らかにするときにこの直書きのところが、まあ、参考になるんじゃないかと思います。でこれね、実は結構問題文作ってるとね、問題文作る立場の方に来るとよくわかるんですけど、一回ね、まず問題文作ったときに、で実際法律要件に当てはめたときに、ねですね、元の問題文のところに大事な事実が抜けてるときがあるんですよ。で今回だったらこの直書きのところがそうなんだけど、で抜けてるなと思ったときによく直書き入れることがあるので、今回この直書き安全配慮義務構成を、ね、するときはとてもすごく大事なところになるじゃないですか。この命事実だとかね、まあ、こういうものをまあやっぱり用意する義務っていうのが、まあ結構その安全配慮義務の内容になってくると思うので、非常に大事な事実ですよね。ですから、まあ、普通は世の中一般的にはね、こう文章を書くときに直書きっていうはおまけみたいな感じ、なおっていうぐらいだから、まあ、余談おまけみたいな感じなんだけど、少なくともこのね、司法試験とか予備試験の論文試験の話で言えば、結構直書きって大事なことがありますね。まあ、そこは、まあ、試験の問題作る側の人がね、まあ、最初作った問題で、まあ、実際答案を考えてみたら、まあ、ちょっとこう大事な事実が抜けてるなっていう時にね、ちょっと事実が足んないなっていう時にこう付け足す時にまあやりますからね。まあ、こう直書きってのは結構大事なところになってきます。ちょっと一般のね感覚とは違いますので、まあ、よく気をつけておいてください。さて、ですね、今度ね、次のところですけども、縦3のところですね、A は転落の際に頭を強く打ったため本件家屋の解体作業に従事したことに関する記憶をすべて失ってしまったと。ただその後ね、A は、26年の10月1日ね、仕事仲間の D から聞いて本件事故はね、事実2の経緯によるものであることを知ったってことね。これはなんかね、おそらくその後読んでいくと分かるんですけれども、消滅事故、要はこのまさに事故が起こった時と、この人が実際ねこういうふうに話を聞いて知った時とで、ちょっとこう不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅事項のね、この完成の公費のところ結論分かれてくるんですよね。まあ、損害及び加害者をほら知った時から3年でしょ、今の現行民法だとね。でちょうどね、ここをですね、この知った時のこの10月1日の方を使っていくと、まあギリギリ3年にかかってないんだけど、その前の不法行為が起こった時からやっちゃうとね、3年経過しちゃって消滅事項にかかっちゃってるんですよね。まあ、そんなところがこの辺のところがこうね、読み取れるかと思います。でその後縦4のところですけど、まあ、その後、まあ、今の、ね、話ですけど、 B は A に対し本件事項についての、ね、損害、賠償することなく、ね、行方不明となったということですね。でそこで A は29年の5月1日 C に対して損害賠償を求めたけれども、でこれね、 C の反論が結構具体的に書いてあるから、この辺のところからね、今回何を書けばいいのかっていうのをね、こう勝手に皆さんが自分で勝手に現場で考えるんじゃなくて、まあ、出題者の意図に沿う答案を作るためにこの C の反論をよく見ておくといいと思いますよ。その C は、この、ね、縦4の3行目ですけど、 C は A
も B も C の従業員ではないのだから責任はないしってことで言ってるから、これおそらく使用者責任を否定するような趣旨なのかな。あるいは、まあまず B が従業員じゃないというのはおそらく使用者責任否定したいで、 A が従業員ではないというところはおそらく安全配慮義務を否定したいんじゃないか、まあ、契約責任ね、そこのところをまあ否定したいんじゃないかというようなところが読み取れるんじゃないかと思います。であとね、ここそもそも今頃になって責任追及されても、ね、この応じる義務がないというのは、これは多分消滅事項のところを、言ってるんだろう。特に不法行為に基づく損害賠償請求権で、ね、損害及び加害者を知ってから3年という、まあ、ところね、まあ、そこのところを言ってるんだろうなと思いますね。で、まあ、まだね、予備試験の場合はこの誘導が短いから比較的こう出題者の意図に沿った回答を作りやすいんですよ。これでちょっと気をつけてるだけで何を聞かれてるのかっていうんで論点抽出しやすいんだけど、まあ、皆さんが将来予備試験終わって司法試験受かるとね、司法試験はもっと気をつけてないとね、文章がすごく長いんですよね。で、問題文のね、文章がすごく長くて、そういう中にいろいろヒントがね、こう誘導が散りばめられてるから、本当に注意してね、出題者が何を聞いてるのかって気にしなければいけないんだけど、とりあえずこう予備試験やってる段階からね、まあ、文章短いからわりかしヒントになることが読み取りやすいですから、まあ、こういうところちょっと気をつけてね、今のうちから訓練していくと司法試験の勉強を本格的に始めたときにね、随分楽になると思うんですよね。というわけで、問題はよく読むっていうのはやっぱ大事ですよね。勝手になんか自分の知識で問題分析して勝手なこと書いても、それって結局出題者が求めてるものとはだいぶ違うものになってしまいますのでね、まあ、とにかく問題文に即してね、こう論点を抽出するっていうね、ところが大事になってきます。で、今度縦語いきましょうか。で、ここもね、またやっぱ論点が抽出できるんですけどね、 A は平成25年6月1日弁護士 E に対し弁護士費用で、なんかやたらね、弁護士費用のことが細かく書いてあるんですよ。こんなの普通民法の問題文でないじゃないですか、普通に考えたら。だからやっぱここもね、聞いてるんだなってことが読み取れるんですよね。で、今ね、この縦語の1行目の途中のところですが、弁護士費用で括弧事案の難易等にね、照らし妥当な額であったの支払いを訳しね、訴訟提起を委任したってことになってるから、ここもこの弁護士費用もね、損害賠償請求できるかどうかってところもまあ聞いてるんだなというところでね、読み取れます。まあ、とにかく問題文しっかりね、こう読んでね、論点をこう抽出してもらえればと思うんですよね。で、その後ね、 E は A を代理して同月30日 C に対し、1、債務履行または2、不法行為に基づきね、損害賠償金およびこれに対する遅延損害金の支払いをね、請求する訴訟を提起したと。で、特にやっぱ遅延損害金っていうふうに問題文出てるじゃないですか。これは損害賠償の性質をね、債務履行構成したときと不法行為構成したときとで、ちょっとこの履行地帯に陥る時期が変わってくると思うんですよね。まあ、皆さん予備試験で、まあ、当然勉強してるんでご存知だと思いますが、まあ、一応ね、確認しておきますと、不法行為の場合って被害者救済の観点から、まあ、判例法理でいうと不法行為時期にも地帯になるという話ですよね。で、債務履行構成した場合はそれは期限の定めのない債務になりますので、まあ、再告したときから地帯になると、まあ、これのところは当然ね、予備試験をこう勉強されてる皆さんであればね、私が言うまでもなく、まあ、ご存知だと思うんですけども、そういうところでですね、この遅延損害金って書いてあるから、やっぱそこのところもなんか触れてほしいんだろうなというような感じのところがこう読み取れると思います。で、そんな中でもう一回説問1を、ね、確認しますと、A の死に対する請求の根拠で、これは、まあ、債務不履行の方だったら安全配慮義務で、不法行為の方だったら、まあ、715条ね、さっき言った通り、C の指示自体がちょっと不法行為っていうのは難しいと思うんですよ。 C の、ね、指示自体が A に対する不法行為っていうのは多分難しいと思うので、直で709は多分難しいと思う。でも、その代わり C がさ、 B を、まあ、なんか使用してるような感じがありますけどね、指揮命令してね、使用してるようなところがあるけど、 B の過失があることは間違いないじゃないですか。だからこれは715条で使用者責任でやっていくと一番楽だと思うんですよね、不法行為に関してはね。 A にちょっとね、 A の指示自体別に不合理なところがないから、そこからちょっと A の行為が709条、 A の指示行為というのは709条というのは難しいと思うんですけど、少なくともこのね、 C がこう使用している B に思い切り過失があることは間違いがないから、まあ、その場合は使用者責任ね、その使用されている人のことを被用者って言いますけど、まあ、被用者のね、過失で、相手に損害生じた場合、まあ、言い方変えれば、被用者が普通に709条の要件を満たすような時ってさ、まあ、使用者の方は715条1項でね、使用者責任を負うわけなんですけどね、まあ、そこのところがこう、ね、構成すると分かりやすいのかと思います。その他ね、いろんな法律構成考えられると思うんですけど、でも少なくとも多分今のところが本筋になると思うんですよ。だから、まあ、この本筋以外の筋を書くときはね、まあ、本筋気づいてまあ、やるんだったらまあいいんですけど、なんかまあそこ気づかずになんか勝手なことを書いちゃうと、またそれはちょっとなんか基本とは違うのかと思うんでね、まあ、とりあえず本筋を踏まえてね、ちょっとこう答案構成できるといいんじゃないかと思います。さて、じゃあそんな感じでですね、回答例と私のレジュメも用意しておいてください。ちょっと一緒にね、見ていきましょう。でですね、
まずね、回答例のところでね、その前に、回答のポイントっていうところをちょっと見てみます。ここ、スタッフさんがなんかね、作ってくれてるところですから、せっかくだから見てみましょうか。3ページのところですね。でちなみに私はこちらのレックの方 のレジュメには一切制作関わってませんので、まあ、私は私でいつもここで自分のレジュメでやってるものですから、ここ関わってないんでね、まあ、私の考えとはだいぶ違うことが書いてある可能性ありますけど、まあ、一応ちょっとね、見ていきましょう。設問1のところです。A の氏に対する損害賠償請求については、1、債務不履行構成と2、方向異構成からね、その要件従属性について詳細に論述することとなると。で、2段落目、まず1の構成ですね。これ債務不履行構成ですけどね、 AC 以下に直接の契約関係がないにもかかわらず、なぜ債務不履行に基づく損害賠償請求415条がね、成し得るのかが問題となるであろうと。まあ、ここはいいですね。でこの点については、安全配慮義務が認められるような特殊な社会的接触関係がね、 AC 間に認められるかを論述することになると。でその上で C に具体的にどのような安全配慮義務が認められるかを、まあ、命綱や、ね、命綱や安全ネットを用意していなかったことなどを具体的事実に沿って論述することとなるって感じね。ここまではいいですね。ただね、この後ちょっと私ここはちょっと納得できないんだけど、またのとこだね。また、設問1において実際に C の指示に従わずに事故を引き起こしたのが B であることから、B を C の安全配慮義務における履行補助者であると、まあ、認定して、B の具体的な行動が C の安全配慮義務を構成すると考えることもできるっていうふうになってるんだけど、まあ、履行補助者構成ね、確かにね、今回さっきの図で言うと、 C がもともと誰かから仕事を請け負ってきて、で B はそこからさらに請け負ってるから、まあ、下請けなんですよね。で私の個人のレジュメの方にね、ちょっと基本知識の載せておきましたけど、確かにね、この請負いと下請けの関係って、まあ、履行補助者の、まあ、関係にあるのは間違いないんですよ。でもこの時例えば、本来履行補助者の故意過失でどういう時に使うのかっていうと、大元の債務者が直接契約関係にある人に対して何かこう債務履行責任を負うときにさ、そのときに自分の過失だけじゃなくて履行補助者の故意過失をさ、自分の過失のように使われて損害賠償責任を負うわけじゃないですか。ですからここでね、履行補助者問題にするんだとしたら、直で問題になるのはさ、例えばですよ、本件では問題文に一切登場してないですけど、 C が誰かとさ、契約してるとしますよね、この解体に関して、その契約、 C がその誰かと契約をしていて、その相手に対して、C 自らの過失だけじゃなくて、その履行補助者である B の過失についても責任を負うっていう形でやると、履行補助者構成はこれ使いやすいんですよ、そういう事案であるとね。でも本件別にそういう、まあ、事案じゃなくて A との関係をね、まあ、聞かれてるわけですから、そこでなんか履行補助者って何か書いてありますけど、やるとすごくややこしいんだと思いますよ。だからここは端的にね、履行補助者構成というよりは、まあ、この AC 間で直接ね、要は契約がないような中で安全配慮義務違反で損害賠償、債務不履行に基づく損害賠償請求できるかどうかというところね、そこをまあ本筋にして、まあ、書いた方がいいんじゃないかというふうに思いますね。であと法律構成をね、例えば今だったら債務不履行のところでさ、まあおそらく安全配慮義務違反が一番鉄板なんじゃないかと思うんだけど、まあ、他にもいろいろあると思うんだけどね、もうごちゃ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 思いついたこと全部書いちゃダメですね。やっぱりこう聞かれてることに今回答えてね、ちゃんとこう出題者の意図に沿った、いい答案作って点数もらうには、今回比較の対象が債務不履行と不法行為ってなってるから、そういう細かい知識聞いてるんじゃなくて、やっぱその債務不履行と不法行為をちゃんと比べられるかどうかね、そこのところが中心になってると思うので、なんか例えば同じ債務不履行の中、あるいは同じ不法行為の中でもさ、気づいた法律構成3つも4つも5個も6個も上げてね、で全部1行2行ぐらい浅いことを書いても絶対出題の意図に合わないはずなんですよ。これだけやっぱ問題文詳細に書いてありますので、絶対そんなこと聞いてるわけじゃありませんからね。まあ、そういうところも踏まえてね、法律構成は一本に絞った方がいいでしょうね。問題文で誘導されてれば別ですよ。なんか複数の法律構成を挙げてとか、たまにそういう時ありますけどね、司法試験でもね。まあ、それはそういう時はまあそういうふうにやればまあいいんでしょうけど、そうじゃなければ一本筋になるところ、今回債務不履行と踏んでいく方向を比べてるんだからね、そこを中心にやっていくといいんじゃないかと思いますね。さて、というわけでここの辺のところが、まあ、債務不履行関係のところですね。で今度、3ページのところですけども、縦2のところです。また今度丸2の構成だから不法行為のところね。で私これいきなり1行目から納得できないんだけど、この丸2の構成、不法行為構成では709条に基づく損害賠償請求の要件適合性を論述することとなるって言ってるけど、さっき言った通り C の指示行為自体がとても不法行為を構成するとは思えないんですよ。別に内容がおかしいことを言ってるわけじゃないから、それ自体がね、その指示行為自体がね、まあ、もし無理無理やればさ、まあそれ自体が不法行為になるっていうふうに言えるかもしれないんですけど、でもまあそこまで頑張んなくても問題文全
般的に見たときにほらもっと楽な構成があるじゃないですか。その事実関係に即した構成しようとしたら、それは結局その、ね、大元の C が、まあ、こう使ってる B に過失があることは明らかなんだから、だから AC 間 AB 間で使用関係認めちゃってさ、でそれを、まあそのね、B の、結局被用者ですけど、その被用者がかなりの大きな過失でね、まだ上で A が作業しているうちに、解体作業を開始してそれで振動で落ちちゃっていったというわけだから、まあ、思いっきり被用者の方に709条 の、 ね、要件を満たすのはが明らかなんですから、そういう時はまあ715条構成してあげるのが素直なのかと思うんですよね。だからいきなりあそこのところ頑張ってね、あの C の指示自体が709条でいけるかどうかっていうふうにやるんではなくてね、まあ、715条構成であのするのが素直なんじゃないかと思いますね。まあ、この下にあの715条の話も書いてありますけどね。でもまずあのこの事案だったらあのその問題文見た時にね、もうあのちょっとあれがちょっと不法行為になるっていうのは思いにくいので、もちろんあのダメっていうわけじゃないですよ。まあ、皆さん頑張ってさ、あの問題文ガンガンこういろいろ評価を入れてね、で説得的にあれがもうあれ自体が権利侵あの不法行為になるんだっていうふうにやってくれれば別ですけど、でもそういうふうにあの説得的に書かないんだったらやっぱちょっと説得力がないからね、709条今回の事案では取りにくいんじゃないかと思いますね。だからケースバイケースですね。これ覚えちゃいけないんですよね。あの事案が変わったらもちろんその C の指示が不法行為になる時もあると思いますよ。それ自体があのその指示の内容によってはね、状況によっては709条になることはあると思うんですけどね。でも本件に関しては715条の方を明らかにまあ満たすのでね、まあ、そっちの方で書いた方が素直なんじゃないかと思います。さてじゃあそんな感じのところでちょっと回答例を見ていきましょう。こちらですね、4ページの方ですね。まあ、ちょっといろいろ私の方でね気になったところがあるんでそこを直しながらあのやっていこうと思います。4ページのところですけども、縦1まず丸1についてですね、これ債務不履行責任ですね。で括弧1、4ページね、大丈夫ですか。4ページのところで、この回答例で、第1の縦1ね丸1について、まあ、債務不履行責任で括弧1のところですけど、 A の C に対する丸1の請求は、でここがまず引っかかっちゃうね。請負契約いらないですよ。あのここのところね、 AC か別に請負契約があるわけじゃないから、ここは普通にあのそこ削って、債務不履行に基づく損害賠償請求ですね、民法415条だというふうにあの指摘してくれればいいんじゃないかと思いますね。あの契約関係にないところで安全配慮義務のほらあの論点使ってね処理するわけだから、あのこんなあの請負契約に基づいてなんか請求しようっていう場面じゃありませんから、ここのところは削っておいた方がいいと思います。でこの点に関してですね、ちょっと私のレジュメ同時に開けてもらえますかね。ここちょっと書いておきましたから、まず私のレジュメね、この1ページのところの次の2ページのところですね、2ページのところの一番あの上の方のね、まあ、あの大きく2つブロックありますけど、この上の方のね、この5行ぐらいのブロックですね、回答例1ページ、まあ、レックレジュメ4ページ上半分の枠の、タイトルを含めて3行目で指摘してあります。でここはね、 AC 間に請負契約が成立しているわけではないため、請負契約の債務不履行に基づく損害賠償請求とあるところについてはね、請負契約との、ね、記載を削除した方がいいでしょうと、まあ、契約関係にない者同士に審議則上安全配慮義務が発生しね、その義務違反を根拠に債務不履行に基づく損害賠償請求ができるかということをね、あの問題にしてもらえればと思います。でこの点の基本知識はね、この同じく私の、まあ、レジュメのですね、この5ページのところに安全配慮義務関係のちょっと基本知識をね、まあ、私 の、 あの矢島の即死インプット講座というのをやってるんですけど、まあ、それのテキストからねちょっと一部あのこう持ってきました。まあ、この辺のところで安全配慮義務ですね。でこの直接の契約関係にない時のね話はね、こちらの、5ページの一番下のブロックですね、まあ、見出しとしては審議則と元請け企業の下請け企業の労働者に対する安全配慮義務って見出しをつけておきました。でこれちょっと見ていきましょうか。下請け企業の、まあ、労働者が元請け企業の指揮監督下で、稼働しね、作業内容も元請け企業の労働者とほとんど同じであったという事実関係のもと、本件ねこれほとんどぴったりそのまま当てはまるんですけどね、まあ、労働者が作業原因でね生じた難聴についてねの損害について、労働者とは直接の契約関係がない元請け企業の安全配慮義務のね債務不履行を理由に損害賠償請求できるかが問題となりました。で最高裁はっていうところ見てください。最高裁はでこれ見ていくとね、かなり本件の事案にぴったり合いますよ。まあ、見ていきましょう。最高裁は造船所で下請け企業の労働者に難聴の被害が生じた事件においてね、当該労働者は事実上元請け企業の指揮監督を受けて稼働し、下請け人のね、下請け人の被用者の作業内容も元請け企業の従業員とであるね、いわゆる本校とほとんど同じっていうのね、でこのような事実関係のもとにおいては、元請け企業はね下請け企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、まあ、審議則上ね、直接の契約関係はないんだけどね、審議則上ね、契約関係に入ったのと同じように扱われて、この安全配慮義務というのがね生じて、でその義務違反というね債務不履行でその損害賠償請求がね、すいませんちょっとね認められるということになってきます。というわけで、まあ、この知識をねあの使っていくといいんじゃないかと思います。まあ、そんな感じでちょっと回答例見ていきましょう。もう一回、4ページの方戻りますね。こちら今度レックのレジュメになります。
レックのレジュメの4ページというところですね。でこれで今のね縦1のカッコ1の2行目ですね。まず、不履行となる債務の内容だが直接の契約関係がない AC 間において、まあ、C の A に対する安全配慮義務違反を、ね、認めることができるか。でここで一応あのところで論証してますね。安全配慮義務とはある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間においてね当該法律関係の付随義務としてね、当事者の一方または双方が相手方に対し審議則上無義務であるということね、まあ、安全配慮義務ぐらいは多分もう予備試験の受験生ぐらいになるとね当然自分のなんか本で各自の本でねちゃんと定義確認してると思いますからそれ使ってくれればいいと思いますね。で今度、E のとこですね。でここから当てはめ入ってますけど、本件では確かに AC 間に、ね、直接の契約関係はないものの A は B に、ね、雇用されその雇用主たる B は C の解体作業を請け負っておりさっきの判例意識してるんだと思うんですよ。結局仕事の内容も一緒だし指揮監督してるじゃないかっていう、ね、ところを指摘してるんだと思うんですけど、その後今の E の2行目の終わりから3行目にかけてですね、解体現場で C は A のほら器具等を提供し直接指示とかねさっきの判例多分意識してる可能性ありますけどね、直接指示していたことから AC 間には実質的に、ね、指揮監督関係、が認められると。まあ、このような、ね、特別な社会的接触にがある以上、ね、A は C に対する安全配慮義務をと。でポイントは、ね、安全配慮義務の内容を、ね、ちゃんと当該事案ごとに、ね、その事案ごとに内容を確定することが必要 で本件の場合はほら問題文に名を書きのところで、ね、命綱とか安全ネットをつけてなかったというのがあるからあれは絶対使わなきゃいけないんですよ。わざわざ、ね、あれ問題文に書いてあるのはここで使ってほしいはずなんですよね。というわけでそれできてますね、この答案ね。まあ、その内容はバランスを崩しても怪我をしないように、ね、命綱 や安全ネットをね用意する義務であると。これは問題文に即した、その本件における安全配慮義務の内容を、ね、具体的に特定できているのでこれはいいところだと思いますね。でこの後 C はこのような、ね、設備を用意せず万全、ね、作業の指示を与えるだけで、ね、だということでその義務の懸念があるということね。というわけで安全配慮義務違反ねここのところで認められるということになっています。でこの次のところでカッコに、次に奇跡自由でありますがってことなんだけどね、債務不履行に基づく損害賠償請求の要件ね、すぐ頭の中で、まあ、出てくると思いますが、まあ、大雑把に言うとさ、まず債務不履行が必要ですよねと同時に故意過失、まあ、奇跡自由っていうのが必要になってくると思うんですけど、その他にもちろん損害とかね因果関係っていうのも必要なんですけど、とりあえずその債務不履行っていう要件とその奇跡自由っていう要件に着目していくと、債務不履行の内容がねこういう安全配慮義務とか審議則上の義務違反みたいな一般的な注意義務違反の時っていうのはね、実はその故意過失っていう奇跡自由の要件と被ってくるんですよ。その当てはめに使う事情がね、その義務安全配慮義務違反がイコールやっぱ奇跡自由に基づく行為だということが事実上も同時に判断されるので、そういう場合はあまり長々書いちゃいけないのね。例えば債務不履行の内容は客観的に今回履行期にあるその債務を履行してないっていうようなものになれば、それは故意過失とはまたちょっとこう別のねこう観点からのその債務不履行の内容の指摘になってくるから、まあ、まずはその債務不履行があった要は履行期に約束通りに物を提供してないっていうことを債務不履行の内容として指摘して、でその後それに対して故意または過失っていうね、その奇跡自由があるかどうかってことを別途検討しなければいけないんですけど、こういった一般的な注意義務違反の場合はその義務違反があることがイコールも奇跡自由に基づくことを同時に論じてることになっちゃうから、あんまり長々書かなくていいんですよ。これ基本知識ですよ、回答を書くときのね、まあ、民法のときもそうだけど特に会社法でよくこのね理屈を使いますよね。その任務形態責任の話をするときにね、まあ、一応任務形態っていうのも過失責任の一種だから、司法試験のまあ、自然とか採点時間に27年28年かなんかそこら辺のところで要件結構書いてたことがありますけど、任務形態と奇跡自由って一応別だから別に本来検討しなければまあいけないんですよ。でもまあ実際にいろんな事案をこうねまあ見ていくと、その特にこう任務形態の内容ってほら全館注意義務違反とか忠実義務違反とかって形で一般的な注意義務違反の事例が結構多いじゃないですか。もちろんその個別の、ね、取締役に対する取締役の名当てにする、まあ、個別の会社法の規定とかっていうことに違反していることに対して、その、債務履行が、まあ、要は任務形態っていうのがあって別途故意過失っていうのが要求されることも、まあ、ありますけど、でも多くの場合大体ね全館注意義務違反とか忠実義務違反っていう形で、奇跡自由の内容とこう被ってくるんですよね。なのでそういう時はね長々書かずにさらって書くのを慣れてくるはずなんです、会社法で。で今回それやってますね、この方ね、この下見ていきましょう。まあ、手段債務とかこんな難しい言葉は使わなくてもいいんですけど、カッコ2のとこね、次に奇跡自由であるが手段債務たる安全配慮義務の違反と奇跡自由の判断は実質的に重なるため、まあ、これが認められるんだってことね。まあ、一般的な注意義務違反、要は皆さんもさこうイメージしてもらいたいんだけど、なんか全館注意義務に違反してるなとか安全配慮義務に違反してるなってさ、それ同時にその違反行為って多分故意過失があるんだってことを前提にそういう認定してるはずなんですよ。だからこういうね一般的注意義務違反の行為っていうのはね、その義務違反認められると同時に故意過失っていう奇跡自由がね、認められることになってきますね。
まあ、例えば会社法ってすごい例分かりやすいですけどね、例えば取締役が取締役会に必要なね、利益相反取引に必要な例えば重要な事実を取締役会で開示しないとか、あるいはその取締役会の承認を得ずにね、まあ、利益相反取引をして、で結果会社に損害がまあ生じてしまったと。でそういう時に、まあ、あっちの方はまあ債務履行責任っていうよりもまあ任務形態責任って言いますけど、まあ、会社法の423条でね、まあ、損害賠償請求できるかってことを考えた時に、まずその任務形態、いわば民法の世界でいうと債務不履行に当たりますけど、その債務不履行の内容としてはまず客観的にさ、まあ、その利益相反取引に必要な重要な事実を厄介で開示してない事実や、その利益相反取引に必要な、まあ、取締役会の承認を得ていない、取締役会の決議を、ね、承認得てないということをまず指摘すると思うんですよ。それが債務不履行の内容になります。そしてさらに別途それは一般的な注意義務違反とは違って、ちょっとこう客観的な、ね、その債務不履行の内容になっているので、ちょっとこう主観面が入ってませんので、じゃあそういう客観面に対して今度故意過失があったのかどうか、まあ、そのあえて、ね、認識しながら承認得てないってことになると、故意による奇跡自由があるあるいは不注意でね、そこのところ本当は法令上そういうことをやらなければいけないんだけど、それ知らなかったってね、まあ、そんなアホな取締役はいないと思うんだけど、まあ、万が一そういう人がいたら、それは客観的に債務不履行があって、でそれに対してまあ不注意があってね、その債務不履行をやっちゃってるから、まあ、過失による奇跡自由があるんだって形でまあ認定するんだけど、こういう形で一般的な注意義務違反があったときはそこまでまあやんないということになってきます。さて、でそんな感じで今度次のところですけども、カッコさん、そして、ね、C の A に対する安全配慮義務違反によって、でここは、ね、このまあ、なんか具体的に損害特定してくれているのは、ね、まあ、一般的にはまあいいんですけどね、ただこの問題はなんかあれかな、損害がそこまで、縦語のところで こうあれですよね、あここか、縦読むとか、B は A に対し本件事故についての損害を賠償することなくって形で、まあ、やってるので、まあ、本件事故についての損害ってこれ問題文のこれ利用しちゃってもまあいいのかもしれないですね。なんかいろいろほら治療費がかかったとかそういうこと一切問題文に出てないからね、おそらく本当は一般的に言ったら、ね、損害の内容って絶対特定しなきゃいけないんですよ。その債務不履行でもね、何でも任務形態でも何でもそうだけど、損害の発生って大事な要件だから、まあ、絶対問題文の中で特定しなければいけないんだけど、今回まあなんかほら入院したとかさ、まあ、多分確かに常識的に考えたら病院行ってるとは思うんだけど、治療費がかかってると思うんだけど、問題文にそれ出てないでしょ。だからこれ少なくともこの問題の出題者は気にしてないんですよね、そこのところをね。一般的には書かなきゃいけないんですけどね、損害の内容を特定しないといけないんだけど、少なくともこの問題を作った出題者は気にしてなさそうだということで、それでこの縦4のところの1行目のね、この本件事故についての損害っていうね、ところここのところをまあ利用して、多分簡単に書くということね。だから要は出題者はもうちょっと今回別のところね、要は他にほらいろいろ誘導してるところがあったじゃないですか。そういうところは書いてほしかったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。まあ、もちろんいいですよ。この回答例の回答にふうに書いてもまあ全然大丈夫ですけどね。まあ、でもまあおそらくそこのところあんまりやんなくてもよかったんだろうなと。まあ、弁護士費用とかああいうところはね、ちゃんと損害かどうかっていうのは考えなければいけませんけどね。問題文にはっきり書いてあるからね。でもまあ治療費とかそういうの書いてないんでね。おそらくあんまりそこまで気にしなくてもよかったんでしょう。で、今度ね、それで次のところですけれども、でこれでね、よって A の C の A の債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるってなってます。でちなみにこれ問いに答えてないんですね、この回答例ね。問いは請求の根拠を具体的に確か説明せよというものでした、この設問の前段ね。だからこれ私のレジュメの方に書いてありますんでね、ちょっとこう問いに答えるようにしてくださいというところで、3ページの私の個人のレジュメの3ページの一番下の2個目のブロック、3行ぐらいの、ね、ブロックなんですけど、設問1の前段に対応する回答例の結論が設問の形式に合っていませんのでね、まあ、今回請求の、ね、この根拠ってことで、だから、まあ、いいんですよ、債務不履行に基づく損害賠償請求認められるって結論を書いた後に、まあ、最後に以上よりって形で、まあ、まとめのところね、これで、この人の請求の根拠っていうのは安全配慮義務なんだね、そういう形で、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権なんだって形でやってもらえると問いの形式に答えたことになるのかなというふうに思いますね。だからあれですね、これおそらく回答例作った人あんまり問題文注意深く見る人じゃなかったんでしょうね。こういろいろこう誘導に載ってないようなところもあるし、回答もそもそも設問の形式に答えてないと、ね、問題文よく見てない証拠だからやっぱりね、多分あんまり気にしてないような人がね、別になんか雑に仕事してるとかっていうんじゃなくて、もう正確なんだと思うんですよ、これね。おそらく正確なんだと思います。さてで今度ね、不法行為の方行きましょう。4ページの方ですね。4ページの、レックのレジュメですね。すいませんね。レックのレジュメの、
4ページの今度縦にのところです、今度ね回答例の下半分の、ね、枠のところの2行目あたり、で今度丸についてで括弧1、A は C に使用される B の不注意によって損害を被ったとして、でこれ使用者責任、あれですね、選んでますね。 C に対し使用者責任に基づく損害賠償請求715条1項をすると。で括弧2、でここで要件検討になるんですかね。で使用者責任の要件大丈夫ですか皆さん。まず被用者に709条の要件全部満たされることが必要になりますよね。それから今度事業の執行について使用するっていうね、まあ、要件がまあ必要になりますよね。であとは715条の1項の正し書きでね、面積自由もありますけどね、まあそういうような構造になってますよね。なので、まあ、その辺のところを意識して書いてくれればいいんじゃないかと思うんですけど、これちょっと見ていきましょう。括弧2のところですね、縦2の括弧2、まず B は C の指示に従わず3階に A がいたのに1階を、ね、重機で破壊し始めている以上過失が認められる。かかる過失で A が負傷し治療費等の損害が生じているから、まあ、B に、ね、一般法行為が成立する。まあ、これ多分あんまりスペースがなくて、ね、雑になっちゃってしょうがないと思うんだけど、一応ここで被用者、B に、ね、一応709条の法行為の要件全部満たす状況があるんだってことをここで言ってるんだと思いますね。まあこれ書くところがないからね、多分ちょっと雑になっちゃってるのはしょうがないと思うんで、まあこれぐらいでまあいいんだと思います。現実的にね、本当は709条の要件ちゃんと全部ね、しっかりと検討した方がいいんでしょうけど、まあ事実上、答案政策上しょうがないっていうんでね、ここは気持ちがわかりますので、まあこれ以上言うつもりはありません。さて、でこの後ですね、あと使用と事業の執行ですけど、今度括弧3、次に、ある事業のために他人を使用するものについてみると、でこれね、文脈見てるとね、最初このあのところで、あとこのカッコさんのところね、使用の要件の検討してるみたいなんですよ。はっきり書いてないから分かりづらいんだけど、まあ、ちょっとねこう見てるとあのところで、使用者責任の根拠は報償責任にあり、まあ、本当はこんなね言葉で一言で片付けちゃいけなくて、中身をね利益の得るところには損失も期するとかちゃんと理由を書かなければいけないんだけど、まあ時間がないからしょうがなかったのかもしれないですけどね。まあ報償責任にあり、でここにね、おそらくここに文章要件入れなきゃいけないと思うの。ここでね、この報償責任のありの後にこの使用ね、715条1項本文のこの文言、使用ね、書き括弧使用括弧鍵括弧閉じで使用関係が認められるためにはって入れると、あこの要件の検討してるんだなってのが分かると思いますね。ここのところね、報償責任にありっていう後のところに使用関係が認められるためにはっていうのを入れてあげると、あこの要件の話をしてるんだなっていうのが分かると思います。でこれ入れてないとね、分かんないんですよ。これ何のためにこの報償責任の話を持ち出してるのかがね、なんか知ってることをただ書いてるだけなんじゃないかってなっちゃうから、まあ、ここでね使用関係が認められるためにはって入れるとより明確になると思います。でそんな感じで次ですね、使用関係が認められるためには使用者と被用者に実質的な指揮監督関係が認められればいいんだと。でこれ私の基本知識、今度私の個人レジュメの方でそれ載せときましたから、これも矢島の即習インプット講座のね、ところから抜粋してますけど、6ページのところですね、私の個人的なレジュメの方ね、使用責任、使用者責任のこの使用ってすごく緩やかで、やっぱ報酬責任の観点からね、やっぱ利益の期するところには損失も期するということでね、非常にこう広く考えられてます。でこの6ページの一番下のところですけど、他人を使用するものとして使用関係が肯定されるためには労働契約のように人を使用する旨の契約がある場合はもちろん、そのような契約がない場合でも仕事の遂行について当事者間に実質的な指揮監督関係が、ね、認められれば足りると。でしかも仕事に対して、ね、対価が払われていようがいまいが、そこのところも関係ないんですよね。まあ、こんな感じのところですごく緩やかな、特に被害者保護の観点から、ね、非常に緩やかな要件になっております。でそれをまあここで今のところで、ね、書いてくれればいいわけですね。またレックの回答例戻ります。で、まあここのところでね、実質的な指揮監督関係が認められればいいんだってこと言ってるんで、まあ、これ間違ってないんでこれでもいいと思いますね。で今度次のカッコさんのイのところですけども、でこれ多分人間違いしてますね。このイのところで A ってなってるの多分これ全部 C だと思います。あとはこの次のウのところもね、この A ってなってるのこれ全部 C だと思いますね。イのところで、2箇所ねありますね。1行目イのカッコさんのイの1行目A っていうのが2箇所出てますけど、これ全部 C でしょうね。それからうのところ、まあ、従ってっていうところで、その後 A、 これも C でしょうね。でこれで見ていきましょう。 E のところで C は B と請求契約を締結して B を解体作業に用いており、 CB 間にね、指揮監督関係がまあ認められるということで、従って C はね、ある事業のため、まあ事業の執行のための話は次にやってるから、まあ使用関係があるんだということでやってくれればよかったと思いますね。ここでね、その AC 間、請負いと 元請けと下請けの間ですけどね、まあ使用関係があるんだというふうにやってくれるとよかったと思います。で今度事業の執行性、それが括弧4ですね。で事業の執行はさ、まあ、解体の作業をやってるときにさ、それで解体中に事故起きてるわけだから、ここは盛り上げなくていいんですよ。ここはもうさらっと要件満たすのは当たり前だからね。外形標準説とかやめてくださいよ、この事案で。あれは客観的に被用者の事業の執行
行のものとは言えないんだけど、被害者保護の観点からそこ広げて、解釈で広げて、それでその事業の執行につきの要件満たすようにするときにやるもので、今回みたいに明らかにもう客観的にね、その解体作業を請け負って、解体作業を指示されて解体作業中に事故起きてるんだから、明らかに事業の執行についてね、損害が起こってるわけだから、ここで外形標準説とかいりませんからね、そんな解釈論いらないのよね。あれ本来その本来の事業とはこう客観的にずれてるところなんだけど、被害者保護の観点からそこも責任を負わせちゃうってね、そういう発想ですのでね、要は外形理論ですからね、本来のこう権限よりもちょっとこう超えてね、責任を負わせるようなものですから、ここでやんないようにしてください。なのでここはこんな感じでいいと思いますね。まあ、解体作業なんで、まあ事業の執行のためっていうふうに言えるんだと、いうことですね。でそんな感じで、この、まあ、括弧読みていきましょうか。そして被用者たる B が上記法行為を働いたのは解体作業中であるね、事業の執行についてと言えると。でまた、命綱安全ネットがね、 C がこれ容易ってちょっと漢字間違ってると思いますけどね、C が容易にね、用意すれば、安全ネット命綱をね、 C が用意すれば A のね、怪我は、防げた以上、これ正し書きの面積自由ですね、相当の注意を尽くしていない、よって使用責任に基づく損害賠償請求が認められると、まあ、こんな感じのところでいいと思います。で今度両者の比較ですね。ここからはちょっと簡単にいきましょう。まず時効の点ですね。時効の点に関しては、この縦3の括弧1、時効について債務履行に基づく損害賠償請求権の消滅以下は10年でありね、で本件においては、この平成26年の2月1日でこれはね、事故の発生の日ですね。で債務履行って期限の定めのない債務なんですけども、時効の起算点、消滅時効の起算点って権利を行使する時じゃないですか。これも基本知識ですけどね。なので期限の定めのない債務ってのは、もうこのね、発生した時に同時にね、この、消滅時効の起算点となってる、権利を行使することができる時に当たりますので、ここから10年ということになりますね。だからこれは正しいと思います。ここに書いてあることは大丈夫だと思いますね。で今度不法行為、括弧1の3行目、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、これはね、損害および加害者を知った時から3年ね、これは条文知識で、まあ、ありますけどね、損害および加害者を、知った時から、まあ、3年ということで、殺すと、で実際ほらこれまあ、なんか一回記憶喪失になっちゃって、後から事故のこと聞いたじゃないですか。だからその聞いた時に、まあ、知ったと、損害と加害者を、ね、知ったということになりますから、その聞いたのがこの、次のページに書けてたけど、平成26年の10月1日ですよね。ここが起算点になります。ここがね、権利を行使することができた、できる時ってことで、ここがその不法行為の方の起算点になりますから、まあ、ここから3年ですね。というわけで、とりあえず時効の点では債務不履行の方が、まあこうね、10年、ということでね、まあ、長いよというところになってますかね。このね、不法行為の方が本件はちょっとこうね、時効の起算点遅れてますけどね、まあ、でも10年の債務不履行には勝てないという感じで、まあ、債務不履行の方が有利となってます。で今度立証責任の方ですけど、ここがね、この内容を見てるとね、この事案と関係ないこと書いちゃってるんだよね。これ間違ってないんですよ、民法の方に書いてあればだけど、この事案じゃないんだよね。ここで立証責任に関して、結局これ地の知識で皆さん知ってると思うんだけど、709条で損害賠償請求するときって、その故意過失を、要はその被害者側の方ね、要は債権者側の方が立証しないといけないと。で普通は債務不履行の場合ね、安全配慮義務ちょっと除いて、一般的に債務不履行の場合は、その既得性の要件を結局契約というのは守って、まあ、当たり前なわけだから、契約を守れなかった債務者の方でね、守れなかったことについて既得事実じゃないことを言わなければいけないんだって話になってるじゃないですか。でも安全配慮義務っていうその債務不履行に関しては、結局それ請求するときに義務の内容を特定しなければいけないんですよ、請求する方がね。でその義務の内容を特定するのが、結構結局実質的には故意過失を立証するのにもう等しいんだというような、まあ、ことが言われてますから、実質的な立証責任の負担のところはあまりこうね、違いがないんだって言われてますね。でこれね、そういうことが書いてあるんだけど、本件はそれを聞いてるんじゃないんですよ。今回聞いてるのは、そういう一般的なね、その安全配慮義務と不法行為の関係じゃなくて、715条責任っていう不法行為責任と安全配慮義務の話を聞いてますので、そこを触れなきゃいけない。でそれは私の個人的なレジュメを見てください。この点に関しましてですね、私のレジュメの今度ね、2ページの下のところですね、2ページの下のところ、私の個人的なレジュメのね、2ページのこの最後のブロックのところですけど、回答例3ページ、括弧レックレジュメ5ページの上半分の枠の4行目以下の括弧2です。で、回答例の書き方はね、さっきのレックの回答例の書き方は、一般的に教科書で説明されている安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権と、709条を念頭に置いたね、保護に基づく損害賠償請求権と比較してしまっていると。本文において、安全配慮義務違反に、ね、基づく損害賠償請求権と比較が求められているのは、715条1項の使用者責任に基づく損害賠償請求権であるところね、使用者責任
任については715条1項ただし書きにおいて使用者に免責事由の立証責任を負わせる点でね、使用者の規責事由の立証責任が使用者に転換されていると。で反面、損害賠償請求をする側の立証責任の負担がまあ軽くなっているということで、答案としてはまあこの点のところを指摘すべきだというふうに思いますね。まあ、もちろんその安全配慮義務違反を損害賠償請求する側が主張しなければいけないから、まあ、そこのところはあの一般的にはね、その負担重いってところは変わらないんだけど、でも今回715条を構成してますのでね、最終的に使用者のまあ規責事由のところを言おうとしたときにそこのところが転換されているので、まあ、ここのところは何らかの形で触れた方がいいんじゃないかと思うんですよね。じゃないと事案を見てないと、別に結論どっちでもいいです。あの立証責任が楽なのかあの楽じゃないのかっていうのは、あの結局715条を構成してもあの安全配慮義務違反があったということは結局あの請求する側がね、損害賠償を請求する側が言わなければいけないから、まあ、その点は大変なんですけどね、なのでまあ結論として、どっちが楽かっていうと実は言い切れないところがあるんだけど、ここはちょっとでも触れた方がいいと思うんだよね。少なくとも答案はなんかちょっと事案離れてね、民法の方になんかあらかじめ書いてあるようなことがただ貼り付けられてることになっちゃってるんでね、ちょっともうちょっと事案を見た方がいいんじゃないかと思いますね。さてで今度ですね、次です。またレックの回答例のね、レックのレジュメの5ページの方で、今度上のね、カッコ3の方ですね、今度履行遅滞の時期なんですね。でここね、あの弁護士費用はってまず1行目になってるじゃないですか。でこの後あの弁護士費用以外の、ね、損害について、あの不法行為と債務不履行のこの履行遅滞の時期書いてあるんだけど、これ全く同じこと書いちゃってるんですよ、ここのところ。ちょっと読んでいきましょうか。カッコ3、履行遅滞の時期については弁護士費用は不法行為に基づく請求の場合は不法行為時に遅滞で、債務不履行に基づくものは、ね、請求時だと。でまたでこの後同じこと書いてありますから、損害賠償債務は不法行為の場合は不法行為時に遅滞で、債務不履行はただ言葉変えてるだけで催告時も請求時もまあ一緒ですから、あのここのところね。だからなんか何書いたんだか、何のためにこれ書いたんだか分かんなくなっちゃうのね。で本件の特殊性はね、あの実は弁護士費用をその損害賠償請求に上乗せできるかっていうのはちょっと論点なんですよ、実務で。でこの時一般的にはダメです。なんかさ、事件に巻き込まれて弁護士を雇わざるを得なくなったから、じゃあ弁護士費用も損害賠償請求に上乗せするって言ったらそれアウトなんですが、判例法理はね、私のちょっとレジュメで用意しておきましたけど、不法行為の場合はあの立証がすごく難しいのでね、だから、まあ、結局そのもう被害者の方で、不法行為にあった被害者の方で訴え定義を良くなくされたっていう時は、結局弁護士費用にかか弁護士費用でね、まあ、相当長くかかっちゃった時はそれもその不法行為と因果関係のある損害だっていうのがあの判例なんですよ。でそれが私の個人的なレジュメでいうと3ページのところですね。まあ、ちょっとね、さすがに、まあ、予備試験ってたまにね、民法実務基礎科目の中だけじゃなくてさりげなくあのこの本筋のね、あの科目の方でちょっと実務っぽい知識入れることもありますけど、まあ、このところですね、3ページです。あでちなみに履行遅滞の時期はまあいいんでしょう、この上のところね。であ一応答案だからここのところをこうやって整理すればよかったと思うんですよ。まずね、履行遅滞の時期については問題文1のこのね、私のレジュメの3ページの3行目、問題文1の債務不履行を除く損害賠償請求権を採用した場合は期限の定めのない債務として再告示、まあ、請求時でも同じ意味です。あの答案例でね、なんか2つ使い分けてたけど意味一緒ですからね、どっちかでいいです。まあ、再告示に履行遅滞となるが、問題文2の不法行為に基づく損害賠償請求権を採用した場合は被害者救済の観点から不法行為時に履行遅滞になると、まあ、したがってね、遅延損害金の額が多くなる点で、不法行為ね、2の方がまあ A に有利だと。で今度は弁護士費用の点、この次ですね、債務不履行またはね、不法行為に基づく損害賠償請求をする際に必要余儀なくされた弁護士費用を、ね、損害賠償請求できるかについては、判例は、ね、訴訟活動の困難性に配慮しまして、それで、ね、この弁護士費用、弁護士事案の難易とか請求額、それから任用されて額がその他、ね、諸般の事情を侵借して相当と認められる額の範囲内のものに限り、ね、その不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきだということで、まず、ね、不法行為の方はあのこう認めてくれてるんですよ。まあ、これメモしなくてもいいですけど、実務では実際に請求任用額の1割の額がここでいう相当額だということで、そこもあの上乗せ認められてます。まあ、別にそこまで絶対書かなくて大丈夫だからね、そんなところまで知ってなくても大丈夫ですけど、実際実務ではその請求任用額ね、最終的に裁判所に認めてもらった額の1割、それが相当な額としてあの上乗せできることになっています。でこの後書いてあるんですけど、あの安全配慮義務違反で損害賠償請求するときって基本あの債務不履行構成されちゃうとね、あの上乗せ認めてないんですよ、裁判所でも。安全配慮義務の場合、結局その安全配慮義務の特定とその違反があったことを請求する側が立証しなければいけないんだけど、それってやっぱ709条のね、あのもう規責事由、あのその故意過失立証するぐらい厳しいなことだから、やっぱ同じようにですね、判例がその安全配慮義務違反に関しても不法行為と同じようにですね、その相
相当とされる額がですね、その安全配慮義務違反という債務不履行と相当因果関係がある、ね、損害だということで、それで損害賠償請求をまあ認めております。まあ、そんな感じのこと書いてありますね。まあ、こんな長々書かなくてもいいんですけど、まあ、おそらく今回の問題ここのところが聞きたかったと思うんですよね。まあ、弁護士でほらなんか相当な額がどうのこうのとかって書いてあったでしょ。まあ、あの問題文の方にね、まあ、ここのところがあの聞きたかったんじゃないかと思います。さて、でまたちょっとねレックレジュメの方戻りまして、今度は設問2の方行きましょうか。あで結論としてはね、この5ページのねレックレジュメの5ページの、上の方の括弧よね、結論としては、時効までの猶予は短いものの遅延損害金を多く得られる不法行為の方がね、まあ、A に有利だってことね。ここはあの自分なりに書いてくる、何でもいいから書いてくれればいいんだと思いますね。まあ、これはこれでいいと思いますね。さてで今度ね設問2の方行きます。問題文の1ページのとこですね、縦6のとこです。今度ねこの C、 これあの損害賠償債務を負ってる、まあ、C ですけど、 C は本件事故の前から妻 F とともに自己所有の土地と、その上に建てられた自己所有の家屋ね、いずれもこの C の、 このね今回不法行為で損害賠償債務を負ってる C さんの所有物ですね、土地も建物もね。で、3行目、まあ、それで妻と円満に暮らしたと。で本件土地は C が F のとの婚姻前から所有しているということね、土地はもう婚姻前から C が持ってる。で本件建物は、4行目、C が F と婚姻してね約10年後に F の協力のもとに、まあ、建築したものだということになってますね。でも、まあ、所有名義は C なんで気をつけてくださいよ。後であのこれ災害行為取消権の話になりますけど、所有名義は全部 C ですからね、まあ、協力しているというところ、まあ、そこちょっと難しいところですけどね、微妙な事案作ってますね。でそんな中で縦7、C は A から損害賠償請求を受け、平成29年7月10日、ね、F に対し、事実1、2を説明するとともに、ね、このままでは本件土地と建物を差し押さえられてしまうので離婚しようと。で本件建物は本来夫婦で平等に分けるべきものだ。土地のことは言ってないね、建物は、ね、こう一緒に協力して建てたみたいだから所有名義は C のものなんですけど、でも、ね、実質的にはまあ一緒にこうやってるってことで平等に分けるものだが、F が本件土地本件建物の全部を、ね、財産分与し確定的に F のものとした上 で引き続き、ね、本件建物で、家族で生活したいんだというふうに申し出ました。で F はこれを承諾ってことね。でこの後縦8で C はね、29年7月31日 F とともに適式な離婚届を提出した上で、F に対し財産分与ね、財産分与ってあの条文見ると分かるんだけど、あの離婚の際にやることなんですよ、離婚の際にね。だからまあ一応財産分与で、まあ、強制執行逃れのためにね財産を全部妻の方にまあ渡す便宜でまあ離婚をまあしてるわけなんですけど、でその後ね、財産分与を原因として本件土地と建物のね所有権移転登記をしたと。で C はその離婚届提出時には本件土地建物に他にめぼしい財産を持っていなかったって感じですね。でその後も一緒に共同生活をしてますよと。でそんな中で設問2のところですけど、まあ、E はですね、これさっきあの弁護士ね、あの被害者の方からお願いされた弁護士 E はですね、30年5月1日に A から丸A、C と F とは実質的に婚姻生活を続けていてね、離婚が認められないから、だから財産分与が無効じゃないかってまず主張してますね。まあ、あの財産分与は、ね、離婚に伴う際にあのやることなんで、離婚が無効になれば財産分与無効なんだろうという形でまあ言ってます。これは要は強制執行逃れね、まあ、実質的にはその後一緒にまあ生活するつもりがあるんだけど、まあ、強制執行逃れっていう目的で、離婚した時にね、離婚が無効になるのかって話になってきますね。でこの点は皆さんあのほら担当試験で勉強してますよね、離婚 の要件。まあ、離婚意思とその、ね、届け出が必要になってくるんですけど、離婚意思はちょっと私の個人的なレジュメ8ページの方に書いておきました。私の個人的なレジュメの離婚意思ね、要はあの婚姻の意思と違って、要は届け出に向けた、ね、形式的な意思で足りるっていうところね、そこのところはあの分かっておいてもらえればと思うんですけど、8ページのところ、一番上のところね、離婚意思は、婚姻意思と異なる実質的な内容を含むものを、ね、要求されておらず、離婚の届け出に向けられた形式的な意思で足りると。だから本件みたいなやつ も大丈夫なんですよね。まあ、なんでかっていうとね、離婚は婚姻と異なりその後の当事者の生活状況対応であるため、確実的に、ね、実質的な離婚意思を、まあ、観念できないということになってます。でこの下のところだけどね、生活保護を受給するためとか強制執行逃れのためであってもね、別にあの離婚意思はあるんだということね、届け出に向けられて一切あればいいんだということになってきます。というわけで、まあ本件の場合はね、あのその今の丸あの主張は認められないと、その離婚のねちょっとこう無効のところは認められませんのでね、それを前提とした財産分与の無効はまあ主張できないということになってくるんだと思いますね。でこの後また問題文のもう一つ続きね、設問の続きですけども、レックのレジュメの2ページの、ね、設問2のところですね。で2行目の土地のところですが、今度丸い、仮に財産分与が有効であるとしても、まあ、今回有効になっちゃうと思いますね。さっき言った通りあの離婚無効にならないからね、離婚に伴う財産分与は無効にならないと思うんですが、財産分与有効だとしても、本件土地と建物の財産分与のいずれについても、ね、A が全部取り越すことができるのではないかと質問されたということね。これはあの知識ですね。財産分与の場合ね、その判例の方が、まあ、どういう形でその、ね、取り消し認めているのかというところで、この点は、私のまた個人レジュメの方ですけれども、
8ページの一番下のブロックを見てください。離婚に伴う財産分与ね、これはまあ担当試験の、ね、知識として皆さん勉強してるんじゃないかと思うんですが、まあ、見ていきましょう。財産分与がね、すでに債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしてもね、民法768の3項、まあ、これはあの財産分与の、ね、規定ですが、財産分与の、ね、趣旨に反して、不相当に課題でありね、財産分与というのはあの、まあ、婚姻後の、ねまあ、実質生活を保障するというところもいろんな、まあ、趣旨が含まれてますけどね、財産を平等に分け、あの婚姻中に築き上げた、ね、財産を平等に分けるとかね、まあ、婚姻後の生活実績に保障するとかいろんな趣旨がありますけど、まあ、その趣旨に反し不相当に課題でありね、財産分与に固く指定された財産処分であると認められるような特段の事情がない限りそもそも取り消しの対象にならないんだという話ね。差外行為取り消し権の要件の一つとして財産権を目的とする行為っていうのがあるんですけど、財産分与って本来はその離婚という身分行為に伴ってやるものですから純粋にその、ねその財産に関する法律行為とは言えないんだけど、まあ、でも例外的にねこういう形で、財産分与に固くして、された財産処分であれば、まあ、取り消し権の対象にしちゃいましょうって話になってきます。でね、ちょっと気をつけてほしいんですけど、回答例ね、これ原則例が逆になってたから気をつけておいてください。原則はあの基本取り消せないんですよ。いやまた回答例は後であのいいんですけど、この原則を頭の中に入れとかないと回答例見ても分かんないからね、あの要は回答例の方が正しいと思ってあの頭すり込まれちゃったらいけないから、ちゃんとこの8ページの方ね、要は財産分与っていうのは本来身分行為の側面が、まあ、強いのでね、本来はその差外行為取り消し権、要は財産権を目的とする法律行為が差外行為の取り消しになるんですけども、そこに当たんない。ただ例外的にこの財産分与に固く指定された財産処分で、今回ほら強制執行逃れのためにやっちゃってるじゃないですか。でまさにここに当たるんですよ。で、例外的に本来は取り消しの対象にならないんだけど、例外的に当たると、じゃあ取り消せるとしたらどこなんだって言ったら不相当に課題の部分って形で、その理屈で答案書かなければいけないのね。でもなんか後でね回答意味見ると分かるんだけど、取り消せるのが原則になって、なんか例外的に特段の事情があったら取り消せないみたいな感じの流れになっちゃってるから、そこはあのちょっと判例の考え方とね根本的な考え方が違いますのでね、そこは気をつけておいてください。あとその今のね8ページ、私の個人的なレジュメの最後のところですが、2段落目ね、その特段の事情がありね、財産分与を差外行為として取り消せる時でもね、不相当に課題な部分についてのみ、非保全債権の保全に必要な限度でね、まあ、取り消せるんだっていうのが判例ですね。で、一つ気をつけなければいけないのは、本件じゃどこが不相当に課題になるのかっていうことを考えたときに、まず、その土地はもともとほら、その C の、まあ、所有物ですから、そこは取り消せるんだと思うんですよね。ただ建物は C の所有名義とはいえ、実質的にまあほらあの妻のまあ協力も得て、こうしかも平等に分けるべきだっていうふうになってるから、おそらく2分の1の部分のところは不相当に課題じゃなくて取り消せなさそうなんですよ、そこのところね。だから逆に言うと不相当に課題のところっていうのは、もともと A が単独で所有、C が単独で所有していた、まあ、本件土地の部分、そして、もう一つがその建物のところに関してはね、その C の方でもともとねその寄与していた、おそらくその平等っていうから2分の1部分のところになってしまうんだというふうに思いますね。ただ気をつけなきゃいけないのはね、その建物 の, その財産分与の取り消し、建物って不可分じゃないですか、目的物が。でそういう目的物が不可分の時はちょっとこういう判例がありまして、これが次の9ページのところですね。9ページの判例をご紹介しましょう。差外行為によりね、責任財産から逸した財産の価値が非保全債権の額よりも大きく、しかもね他の複数の債権者がいる場合であっても、債権者は自己の非保全債権の額を超えてね差外行為取り消し権の行使はできないと。ここは原則なんだけどね、ただこの判例でこれあの担当試験で出てましたね、司法試験の方で少なくとも出てました、すみません、ちょっと予備試験の方で出てたかは忘れてたけど、30年のね、担当で出てたんですけど、ただし一棟の建物の贈与が差外行為となるなどね、債務者が行った差外行為の目的物が不可分のものであるときはね、その価格が非保全債権の額を超過する場合であっても、まあ、行為の全部を取り消し現物変化を求めることができるというふうになってます。ですので今回まあ不相当に課題な部分しか本来取り消せないはずなんだけど、ただその目的物が不可分だっていうところを着目していくと、まあ、全部取り消しもね認めることもできると。でもちろんその判例を指摘した上で、でもまあなんかこれはちょっと本来の目的ね、差外行為取り消し権の目的を超えてやりすぎているんじゃないかってことを判例とは違うことを分かった上で指摘をして、それでその超過部分のところだけ価格賠償すればいいんじゃないかっていう形で書くのは OK です。ただもちろん判例は指摘した方がいいと思いますね、そこのところはね。まあいろんな処理の仕方があって答えを決めないでほしいと思うんですけどね、自分で基本知識をまあ組み合わせてまあ処理をねするっていうのがまあ大事になってくると思います。というわけで大体私が言いたいのはねこんなところですね。で一応ね最後の処理の仕方4ページ、私の個人的なレジュメの4ページ見てください。ちょっと回答例甘いかなと思うので、私の方でねその今のところを書いておきました。
4ページのところですね。でこの私のレジュメの、ね、4ページの一番上のところです。回答例4ページ、まあ、かっこね、レックレジュメ5ページの下半分の枠っていうところですけども、ここです。離婚に伴う財産分与を社外行為取消権により取り消せるかについては、判例は財産分与に固く指定された財産処分といえる特段の事情があるときは、ね、取り消し可能となるけど、財産、すみません、これ分与だね、文書ってなっちゃってるけどね、財産分与の趣旨に反する不相当な課題の部分のみ、まあ、取り消しをまあ認めているということですね。でこれは後継の重要判例でさっきご紹介したやつです。で本文の事実関係からしますと、市は強制執行逃れのために、ね、F に財産分与をしているということで、財産分与に固く指定された財産処分といえる、ね、特段の事情があるということになりますよね。でそうすると不相当に課題の部分をまあ取り消せるわけなんですけど、じゃあそこがどこになるのかって、そこを分析するのが大事なんですよ。本件ね、ちょっと複雑な財産関係をわざわざ出してますので、その不相当に課題な部分というのが、ね、どこなのかっていうのを、ね、やるのが大事になります。でこの問題に関しましては次の段落のところで、F との婚姻前から、ね、本件まず土地と建物を分けましょう。本件土地を所有しているところを夫婦であってもその一方が、ね、婚姻前から有する財産や婚姻中事故などで得た財産はその特有財産とされるのがまあ原則であるため、ね、762条1項、本件土地を全部 F に財産分与することはまあ不相当に課題と評価されるということになると思います。で今度本件建物のとこですけども、そこについては C が F と、ね、婚姻後に C の協力のもとに建築したものである。ただね、本件建物一応 C の所有名義で、ね、所有者が明らかで、あるためですね、762条の2項の夫婦のいずれに属するか明らかでない財産としてね、共有の推定が働くわけではありません。回答例の方はね、なんか勝手に共有ってやっちゃってるんですよ。だけど共有にはならないと思いますね。本件はね、法的には、実質的には共有なんでしょうけど、法的には共有になりません。というわけで、F の協力のもとに建築されたものであることから、まあ、実質的に見るとね、この実質っていう言葉を使うのが大事だと思うんだけどね、実質的に見ると F と持ち分2分の1ずつね、あるいは給与分で、問題文にまあなんか一応 C の主張だと平等って書いてあるから、そこをね、まあ、一応使わせてもらえればね、まあ、2分の1でもいいと思うんだけど、まあ、その一両、その持ち分に応じてね、持ち分に服する共有物と評価することができるんだと。でこの男が本件ね、建物の F の実質的な持ち分に相当する部分の財産分野は不相当に課題とは言えないけど、 C の実質的なね、その持ち分を超えるところはまあ不相当に課題になっちゃうから、そこは取り消せるはずなんですよ。たださっき言った通り、そのほらもう目的物が不可分の場合は全部取り消せるっていう判例がありましたので、まあ、そこのところをどう調整するかっていうところだと思いますね。なので、まあ、その不可分の場合は全部取り消すんだっていう判例を前提にしつつも、でもちょっとこうね、責任財産の保全という本来の社外行為取消権の、ね、趣旨を超えたその行使を認めるべきではないんだということを指摘して、それでまあ価格賠償、その外に課題な部分の価格賠償って書くのはそれ全然 OK だと思います。そこはまあ自分がちょっと勝負を、ね、していくところなんだと思うんだけど、ただ判例と違うことをやるときは、まあ、判例は必ず一言、ね、指摘しておいてくださいね。じゃないと判例知らないだけで勝手なことをやり始めてるんじゃないかということになりますのでね、まあ、基本試験ではそういうことは求められてないと思いますので、まあ、基本的にはその判例を指摘してね、判例とおかしいところをこう、ね、自分が思ったらそこのところを自分の言葉で書いてもらえればと思います。じゃあこんな感じで、約、ね、1時間にわたりまして、予備試験の民法の問題解説させていただきましたけど、また各自ねちょっと授業早いところがありましたので、まあ、復習の際にですね、まあ、もう一回問題文見直してもらってですね、しっかりと復習してもらえればと思います。じゃあ今回はこれで私の講義は終わりにいたします。